はい、おはようございます。炭酸生体のアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、老化予防のアイデアとかヒントをですね、新たに配信していきたいと思います。はい、今日はですね、この目の左右の大きさをですね、整える方法ということでですね、お伝えしていきたいと思うんですけども、これもですね、目のむくみであったり目のたるみっていうものにですね、通ずるものがあるんですが、写真撮ったりとかですね、こう普段でですね、そのお話ししている方がですね、目の大きさが違うなとかですね、インスタとかでもそうなんですけど、あれ 目の左右目の大きさと違う開き方がおかしいなとかですね、そういう方でたまにいてると思うんですけども、結構それってですね、コンプレックスというかちょっと悩みを持っている方もおられます。で、僕のですね、 YouTube の方でもですね、目の大きさについてと質問というか相談を受けたことがあるんで、今回ですね、ちょっとその話とですね、そのセルフケアというかですね、やり方、まあ、目の左右のね、大きさを整えるっていうやり方をですね、お伝えしていきたいと思います。まあ、実際ですね、利き目っていうのがあると思うんですね。手と腕でもですね、利き腕、右手とかですね、ボール蹴るとき、サッカーのボール蹴るときとかでも利き足とかあると思うんですけども、目も実はですね、利き目っていうのがあるんですね。例えばこう両目で見てるときの視界と、右目で左目で見た時と右目で見た時のその視界のこの動きっていうのがあるんですよ、実は。で、これ一回やってほしいと思うんですけど、その右目とか左目にですね、軸になる目があるんですよ、そのピント合わすためのね。その目のですね、使い方とか、日頃のその目の使い方、自然になってしまっているその使い方によってその目の開き方が違うっていうことも聞いたことあります。で、今回ですね、その目の疲れ方とか目の開き度合いとかをですね、整えていくために、これですね、このスプレーを使ってですね、やってみたいと思います。僕もですね、実際右の方がですね、こう開きっぽいんですね。眉毛もちょっと上上がりやすいんで、ちょっとこっちの方がこう開いてる感じがするんですけども、これをですね、左の方も同じようにですね、やっていきたいと思うんですが、ポイントはですね、この目の周りの眼輪筋っていう筋肉ですね、ここの筋肉をですね、やはり緩めていってあげて整えていくっていう方法が一番いいのかなと思ってます。で、これをですね、目の前に、目の周りにシュッとかけます。おっと、今日も一息ですね、かけさせてもらいましたけども、これは 目をですね、こうなじませるために、指の第一関節から第二関節の付近ですね、こう指の先から第二関節付近でこう指を軽く目にですね、当ててください。もうこれだけでもですね、目がね、こうリラックスしていきます。これだけでも十分効果あるんですけども、せっかくなんでこれだけだとちょっと芸がないんで、まず眼輪筋という筋肉を触っていきたいと思うんですが、これもね、何度か動画撮ってるんですけども、この周りの筋肉を、眉毛の下のあたりの筋肉を押したりとか、ツボを押したりとかあったんですけど、今日はですね、この目頭から目尻にかけてこうなぞるっていうのをやっていきたいと思います。こういう感じでなぞってください。これもですね、むくみであったり筋肉のその疲労をですね、取るために老廃物を流すような感じですね、やってください。中指でも人差し指でも結構なんで、こういう目頭から目尻に流すような、目頭から目尻、はい、これをですね、まあ、10回か20回ぐらいやってほしいと思います。で、こんな感じでやるとですね、目がですね、開きやすくなって目の大きさが整ってくるんですね。で、今回その上とこの下ですね、今回じゃなかったな、で、この目の下の目頭から次目尻に、目頭から目尻に、これもですね、この炭酸スプレーじゃなくても結構ですので、自分の使っている美容液、化粧水とかでも結構なんで、こういう形ですね、目の周りのこのむくみであったり筋肉の疲労を取るためにこうリンパを流すようなイメージですね、なぞるだけっていうやつですね、これやってほしいと思います。あ、結構目開きましたよ、僕パッチリ開きました。で、これですね、目の左右の大きさが、整ってきたかな、整ってきてないかなと思うんであれば、写メで自撮り撮ったりとかですね、人に見てもらったりするとですね、目の大きさが変わったとか変わってないとかすぐ評価してもらえると思うんで、ぜひそれを試してみてください。一番やっぱり写メで、ね、自撮りでですね、目の大きさをチェックするのが一番わかりやすいと思うんで、一回やってみてください。はい、まあ、こんな感じですね、目の左右の大きさがですね、気になる方が、いてるので、その方にですね、こう届くようにと思って配信しましたけども、もしあなたの周りもですね、目の左右の大きさがですね、気になっている方がいたら、この動画をですね、教えてあげてください。まあ、この動画が良かったなと思ったらですね、いいねのボタン、ぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もこちらの方に出しておきますので、ぜひですね、チャンネル登録もお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。